DAZN。ゴールキーパー松原、スリーバック右から池谷、大野、杉、ダブルボランチパクスビンと臼井、ウィングバック右に黒石、左に忽那、ツーシャドウ山中と西村、ワントップ浮田です。ゴールキーパー大西、スリーバック右から加藤慎太郎、美濃田、藤崎、アンカーに前澤、インサイドハーフ右山内、左永田、ウィングバック右に音泉、左に安藤直人、ツートップ佐々木と佐藤です。ニアサイドを跳ね返していきます。加藤慎太郎、そしてシュートに行った、キャッチです。松原キャッチしています。美濃田がシュートを持ってきました。折り返したボールで美濃田がシュートを放っていきました。つなぎます。黒石、黒石からのシュート、もう一度いった、八戸、大西、ファインセーブ見せてきました。黒石枠内を捉えていました。セットプレーの流れでした。長野も局面局面のプレスは強くなっています。長野奪った、山中亮持ちます。山中亮、中央からの突破からのシュート、グランダーのシュートは大西を抑えました。ハードワークが持ち味の長野と八戸、この時間まで交代はありません。体力が消耗してきたこの後半、集中していきたいところです。ルーズになりました。浮田健生が持つ、浮田健生から長へのパス、山中亮に引っかかりました。意図したシュートではなかったと思います。引っかかります。長野もクリアしたいところ、なかなかクリアはさせてもらえません。8番目の寄せです。音泉がクロスを入れていく、長田まだあります。もう一度シュートに行きました。前澤幸喜のシュート、本節が J2 200試合出場の前澤です。県外から西村、胸コントロール、カウンターを狙っていきたい八戸、安藤につながりました。安藤直人、中央からは佐藤葵が上がっています。安藤、池谷1対1、安藤クロス上げ切った、ヘディング、松原キャッチ、安藤直人推進力を見せていきました。ここで散らばる、ヘディング合わせていく、最後は大西正面でした。枠内には行っていましたが大西正面キャッチです。加藤光健からフォアを狙っていく、大西パンチング、長野ボール、球際の争い、八戸が勝ちました。ここからカウンターを狙っていく八戸、山内から安藤直人につないでいこうというところ、引っかかったボール、八戸マイボールキープです。安藤直人ボックス内入った、パスを選択、もう一度いった、八戸先制、瀬野直也恩返したんです。ロングカウンターを決め切りました。今節がフル再戦の瀬野直也の得点です。長野のセットプレーからのロングカウンターでした。一度クリアしたボール、安藤直人引っ掛けてマイボールキープです。そこから冷静に中央よく見えていました。瀬野にパスを出したところ、瀬野のパス受けたところからシュート一度防がれたんですけれども、もう一度行って枠内に収めていきました。瀬野直也、2019年2020年とプレーした長野相手に得点、恩返し弾が先制点です。石崎監督、先制点が今日の試合は大切というふうに話していました。その先制点を試合最終盤に得ています八戸です。1対0の局面、次すぐに背後を狙っていく、西村胸コントロール、そしてここで試合終了の長い笛です。長野と八戸の一戦は八戸が勝利しました。
八戸4試合ぶりの白星です。勝ちきれない試合が続いていた中、プレーオフ圏進出へ勝利を今節手にしました。2024明治安田 J3 リーグ第36節 AC 長野パルセイロ対バンラーレ八戸の一戦は0対1で八戸が勝利しました。ダゾーン